もう映ってますでしょうか。もうワンちゃんです。ワンちゃんがもうオルガンの前に、どうもよっ、ワンワンワンということで、じゃあ拍手、ジョンさんと、そして VJ のみゆきさんでございます。はい、みゆきさんでございます。はい、ではこれはあれでしょうね、もう早速もうショーを見ていただくっていう感じがいいと思うんですが、こんな感じ、明かりとかこの辺で大丈夫でしょうか。明かりとかは大丈夫でしょうか。はい、では行きたいと思います。ジョン&みゆきショーでどうぞお願いします。Thank you.
粒、二つの粒、二つの粒。山のウサギはいつでも食ってる、何にも見ないで食ってる。こっそり教えてあげよう、あれバカ、あれバカだよ。山のウサギはいつでも食ってる、何にも見ないで食ってる。教えてあげよう、あれバカ、あれバカだよ。のことです。では立って歌います。あ、まだもうちょっとちょっと立って歌います。かまぼこいたで居眠りしてたい。
たわさ、痛い痛い、いたわさ、痛い、いたわさ、いたわさ、痛い、いたわさ、痛い、痛い、いたわさ、痛い、いたわさ、いたわってね。はい。ではあと2曲やります。次の歌もちょっと刃物系の歌です。
下り男の世界男の世界ありがとうございました。ジョンかっこ犬さんと VJ みゆきさんでした。ありがとうございました。もうはいはい、あ、じゃあちょっと解説、はい、解説的な、はい、もうジョンちゃんはちょっとほら、はい、あの人間の言葉は喋らないないので、ビビさんがちょっといろいろ代わりにお話しして、はい、ジョンさんはですね、はい、実はね、日本っていうのはクールジャパンって言って、はい、いろんなほらアニメとかオタクがね有名だと言われてるけど、実はですねハードコアであったりノイズみたいなものものすごい世界的に有名な国なんですね、はい、でそういったものはジャンルに入れないものは割と、まあ、ノイズであったりジャズって言われてるんですけれども、はい、その中ですごい日本にも住んでて今はニューヨークを拠点にしているジョン・ゾーンさんっていうね、ハードコアジャズのすごい大家がいるんですけれども、はい、そこのレーベルからジョンさんはCD を出していて、あら素晴らしい、はい、だからパリであったりニューヨークであったりそういったところでもすごい熱狂的なファンもたくさんいて、そういったところでもライブを重ねていらっしゃる。素晴らしい、もう初めて見ました。なんかこの映像とジョンさんの歌の、ね、なんかこれはあれね、説明とかのようにもう感じてっていう世界をね、もうね、素晴らしい。そういつもはね、この今日の VJ はみゆきさんでね、はい、でこれ OHP を使ってやってらっしゃるんですけれども、いつも一緒にやってるわけではないんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、よく私のイベントとかにもねお願いしたりとか、本当にこの2人の世界観のこのマッチングっていうか、でも素晴らしく今日はね実現できて本当に良かったと思っております、はい、そしてあれですよ、ジョンさんといえば青い部屋でね、ずっと占い師としてもやっていただいてたという、ね、そうなんです。ジョンって言ってもスペルがね JON なんですよね。そうそうそう、 JON かっこ犬っていうのが、はい、彼女の正式なミュージシャンネームで、はい、でそこでググるとですね、彼女のそのホームページが出てきますので、それでもう都内いろんなところで占いをやっていて、まあ、タロットの占い師当たるんですよ、またそう本当に、うん、はい、もう当たるというかね、まあ、現状全部こうもう見透かされますので、はい、はい、見透かされて下着も全部、はい、
タロット占い、はい、喋る、ちょっと、ね、はい、あのそこら辺ね、あの向こうでちゃんと占っていただくといいと思いますね。はい、弟ができるのかどうかね。はい、はい、そういうわけです。はい、なんかみゆきさんも何かありますか。はい、今日は機材トラブルに見舞われ、はい、いろいろなくぐり抜けをしてやっとライブができてありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、もう機材のトラブルやらいろんな今日のトラブルの中、彼女はねこれ前 OHP を持ってて、ね、6台持ってるんだよね。8台だっけ、6台で全部合わせると10台で、ね、10台すごい。 OHP ってもう今はもう生産されてないんで ね、これをなんか毎回持ってきてね、今日も 3台ぐらい持ってきてくれて、はい、はい、面白かったですね。はい、じゃあ本当にありがとうございました。またぜひぜひよろしくお願いいたします。ジョン&ミユキさんでした。ありがとうございました。